キルヒベルク・アンデア・ヤクストは、ドイツ・ビュルテンベルク州シュベービッシュ・ハル群に属す小都市。キルヒベルクは、ホーエン園道へヒラノとハラーヘイヤとが出会う、ヤクスト川沿いの高台に位置している。西から時計回りに、イルスホーフェン、ゲイラブロン、ロート・アムゼー、バルハウゼン、ザッテルドルフ、クライルスハイム。この市には、中核地区であるキルヒベルクの他に、アイヒエナウ、ガックシタとホルンベルク、 レントジーデル、ローベンハウゼン、ミシュトラウといった地区がある。ホルンベルク地区には、1984年から、キルヒベルク聖書学校が存在する。南側の谷から見上げる、旧市街の外観、キルヒベルクは、帝国都市シュベービッシュハルトローテンブルクオプ、デアタウバーのほぼ中間点にあり、ヤクスト側を、はじめは歩いて、後には、橋で渡るための戦略上重要な地点に位置している。 この安全を確保するため、キルヒベルク城とヤクスト川の反対側にズルツ城が建設されたが、後者は1525年のドイツ農民戦争により破壊された。1373年に皇帝カール4世は、法遠道へ家のハッククラフト4世に、キルヒベルクアンデアヤクストの城下に都市を建設することと、それを堅固にすることを許可する文書を授けている。 キルヒベルク・アンデア・ヤクストの市議会は18議席からなる。キルヒベルクはアウトバーン A6 号線沿いに位置し、独自のインターチェンジを有している。軍庁所在地のシュベービッシュ・ハルエは約 25km、クライルソハイムエは約 12km である。ありがとうございます。